仕事先でいろんなことがあったのを打ち合わせるために帰りに酒場に寄って飲んでくるっていうことがありましたね。昔の人のような日本人のお国のためじゃないですけども、そういう考え方がすごくこう、なんていうんですかね、私としてはバカバカしいんじゃないかって思うんですね。自分の家庭っていうものを大事にしないで一生捧げてしまって、それで結局最終的にそういうような結果、自分の命までかけてしまったっていうことが、すごくこう誠実な感じがしましたね。伝わるんですね。それで、あ、この人がいいかなっていうことで第一種電気工事の免許を取りましてね。私も、まあ、主人が仕事のしやすいようにということで、あの仕事場にはあんまり電話をやたらにかけないとか、それからで出産の時も、まあ、病院に自分で荷物を大きいお腹抱えてあのタクシーで、主人は全然立ち会わなかったわけです。頃から何しろ仕事を取らなければということで営業に歩いてたわけですね。4月か5月頃やっと仕事が入ったわけですよね。仕事をし終わったということも確認しに行って、10月決算に支払ってもらえなかったわけです。社長はもう主人が頼んだ下請けさんだとか仕事をした人たち、材料屋さん、それこに支払わないって言うんですね。ですからそのそういうところに支払うお金だけでも自分が何とかしたいっていう気持ちだったらしいんですね。今まで自分があの一生懸命やってきてそういうことがなかったからですかね、ショックに感じたらしいんですね。帰りが遅いもんですから先に休んでたんですね。そしたらあのそばに来て一緒に死んじゃおうかっていうことを言ったんです。それはそれで私の喉にこう手をかけたんですね。で だから私がよっぽどなのかなと思って、生命保険が1000万ある、郵便局の保険がある、だから自分が死んだらその1200万っていうお金であの下請けには払ってもらえるんじゃないかと思って、8時15分か20分だったんですね。電話かかってきた。警察ではその飛び降りたビルの管理人さんが朝7時に出勤してきて、それで見つけたんで、それで出血がひどくて、あのですから管理人さんも最初上から飛び降りたとは思わないで、そのビルの脇の狭いところですから、あの喧嘩で刺されたとかそういうあれかなと思ったら、それで隣との境っていうのはあの70センチぐらいしか離れてないんですね。すぐ見つかるようにと思うんだったら表のその車の通る広い道に降りたと思うんですが、顔を最初は目開けてたんですけどね、あの警察の方が目閉じた方がいいでしょうっていうので閉じさせたんですけどね、その目の黒い瞳ももう真っ白くなっちゃってましたから、私にそんな姿になってるとは思いもよりませんでしたから、
ったから、もう腰が抜けてしまって、もう立てなかったですね。もう130日に及んでおりますが、130日ほど前に自ら死にたいという希望で、自宅のマンションの4階からダイビングしまして、で、腰椎の圧迫骨折を受傷されて、この方はスーサイドです。スーサイドで灯油をかぶって、で、熱傷で近くの病院、近くの病院からの転送でお見えになりました。この方 52%、53% ですね。4メートルの橋のからのフリーフォールしまして、川の中に落ちまして、骨盤骨折と左大腿骨の脱臼を起こした感じです。会社の経営をやっておられたということで、不景気で。経営を苦にしてデプレッションになりまして、その後何回もスーサイドを繰り返して、さてリストラ抗議のサラリーマンが社長の目の前で自殺です。で今朝東京中央区のブリヂストン本社の社長室に元社員が包丁を手に立てこもりまして、社長に俺も死ぬから社長も死ねなどと脅した末に腹を刺して自殺しました。職員の給与を水増ししていたという疑惑をめぐり、国会での答弁に追われていた日銀の鴨志田隆之理事が昨夜東京板橋区の公営住宅で首を吊って自殺しました。今日は新しい方もいますので、アンタッチャブル委員会というのは会社にいながら会社の不当な扱いですか、あるいはいじめ、あるいは多種干渉等の扱いを受けまして、1人もしくは2人ですかで戦っている会社員の集まり、それとですね解雇になった人と一緒になった、なんていうか何度も言える会合と、よく暴力とかですね、名誉毀損になるようなこと、罵倒とかですね、そういったものが一般的に職場いじめという思われがちなんですけど、あれは学校いじめのですね混合なんですね。実際の職場いじめというのはほとんど全てのリストラを目的としたですね、労働者の隔離政策なんですね。仕事を与えないとかね、どっか違うセクションに持っていくとか、それとかそのみんなで無視するとかですね、そういうことがやはり精神的に苦痛なんですね。自分もそれを、やられて3年間来たんですけども、会社にもう24、5年勤めてきたと、そういう中で